え、待って、やばい、ベック俺の画面ね、アイテム何も表示されてない。ね、これや、やば、ほんとだ。俺らの夢もうちょっとで叶うな。でも検証結果が出るんじゃない、正確な10レベルに行くには何時間ゲームをやればいいのかっていう。多分別にそんなすぐ分けてるわけじゃないけど長いよね、なんか。いや、そうなんだよね。なんで長いんや。ナイスチャンポン、ありがとうございます。ちなみに俺飛んだわ。飛んだっていうか、そのサバ落ちた。うん、あのタスクマネージャーから落とさなきゃいけないんだよね。すっごいめんどくさい、すいません、真っ暗な画面で。俺じゃんマスカイ、2人いねえわ。しっかり飛んだわ。あ、9レベルおめでとう、ありがとうございます。一回ね、エペックス落とさないとね、エペックスできないんよね。え、なんか置かれてんだけど、こんなところに。え、待って、やばい、ベル君俺の画面ね、アイテム何も表示されてないね、これ。や、やば、ほんとだ。何もないんだけど。え、これさ、俺が落としても、え、どういうこと。お、見えた、テレミット見えるよ。 え、ヘルメット脱いでないよ俺今。え、あ、いや、テレミット、テレミット、テレミット。あ、テレミット。うん、いや、あとね、何にもないね。あ、見える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 。何それ、何これ、えぐいて、このバグ。武器は？いや、もう何にもない、何にもない。透明なところにモザンビークのマークがある。ちょっと待って、あ、落とすと見える、落とすと見える。ダメ、ウィングマン俺の。ウィングマン俺の。えぐ、この弾、弾ね、弾ね。何このカホゴペックスは。何これ、こんなクソゲーあっていいんですか。こんなバグあってたまるか。マジやばいでしょ。あ、箱を開けるとね、あるよ。マジで箱を開けるとあるけど、落ちてるアイテムはね、何も見えない。あれなんだな、自分がその生成しましたみたいな感じにしないとダメなんだ。これえぐ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。